です。ずいぶんと古い町屋ですよね。もう本当に明治時代の町屋ですね。じゃあ築とすると140年以上だ。140年、ね、ずいぶんと奥が、まあ、ありますね。廊下が50メーターくらい後ろまで一直線にあのこの土間が続いてまして、で後ろに蔵が3つあるんですね。3つも、あの普通の蔵と味噌蔵と麹蔵と3つあるんですね。麹屋さんだけに、はい。開港のためにこうやってこうトップライトをつけて生活のことを考えてたんでしょうけど、ただし昔のことですからとても寒かったと思うんですよね。なるほど、まあ、土間ですからね。そうですね。もう床断熱もないですしね、もう天井も断熱材入ってないから、まあ夏は涼しいけど冬はもうとても厳しかったと思いますね。こういうのはあの渡り廊下で 両サイドに部屋があって、でこういう作りは大体もう共通なんですね。町屋独特ですね。これは本当にもう 町の遺産ですね。空き家を頼まれてもらってくれとか、もうとにかく、まあそんながね、あの そのままだともう壊されますんでね、もう壊されるのは忍びないの でそれをこうもらっては直し、片付けて直して、一応住めるような状態にしておいて、で、まあ、時々今のところはイベントなんかで使ってもらってますけど、うん。
今これ作ろうと思っても作れない時代なんで、こういう昔の姿に戻すことで本当のね、なんか昔の良さがこう感じられるんですよね。いわゆる岩木通りが歯抜けにならないようにするだけで、素晴らしい文化遺産といいますかね、観光資源というか街づくりの一環になると思うんですけど。